どうもバイスです。 CBC2020 のピックアップ情報とイベントの詳細情報がついに公開されましたね。予想されてた通り、ピックアップ星5サーバントはオデュッセウスで、クラスはライダー、ホーグは全体アーツホーグでした。ライダークラスのアーツホーグとなると、もうすでにロリンチちゃんがシステム系サーバントとして猛威を振るってるので、どう住み分けさせるのかドキドキですね。ホーグのエフェクトは、ホーグ威力アップ1ターンと敵全体の防御強化状態を解除からの強力な攻撃なので、絶対ホーグダメージ通すマンです。かなり優秀なエフェクトに感じます。 NP チャージ持ちも多くいるクラスなので、スキルの性能にも期待したいですね。チャージ50とか持ってたらだいぶ夢が広がりそう。ただメインシナリオの活躍から見ると、カリスマスキルなどでサポートに特化してそうな気もします。最近増えてきてる全体 NP 付与スキルとか持ってそうな予感。スター集中効果も期待できるクラスなので、カード性能が悪くなければ、高難易度などで A 指導のクリティカルブレイブチェインからの NP リチャージで次のターンにホーグなども期待できそうですね。相手の防御強化状態を全て解除してからのクリティカルチェインはなかなかロマンがありそう。とオデュッセウスは結構期待してるんですが、セットで来るイベント概念霊層は星5王剣尾行、無敵2回付与とクリー力アップ 15%。 うん、これはゲイネス霊層でいいかな。一応アタック全振りですが、追いかけるほどの性能はなさそうですね。もう一つはブルーイリュージョン、無敵貫通状態を付与と宝具威力アップ 25%。 こっちも性能がムサシちゃん霊装とかぶるんですよね。一応宝具威力アップの倍率で分かってますが、体力よりのステータスなので、とつっても 35% くらいで止まってしまうなら追いかけるまではなさそうかな。ただどちらかといえばこちらの霊装の方があると後々使えそうな気がします。イラストは素晴らしいので、今のところコレクション用という印象。星4霊装はこのエクスクルーシブテーラーが魅力を感じますね。コストが安いので、星4クラスでチャージ段階を1段階上げられるなら利用価値は大いにありそう。高難易度のコスト調整の選択としてあると便利系霊装かな。あとはパッとした性能はなさそうですが、やはりイラストがいいですね。探偵エドモン新章突入編、続編ものだったか。アニプレ何を企んでやがる。俺様生徒会、こんなん絶対学校が楽しい。乱世上場、あれ、これノッブですよね。こっち側来るの？ボッズディール、危険が危ない。ダディ、ベターライブ、クオリティ、星5霊装。ブザービーター、これもかっこいいですね。星3はもったいない。イラストいいですね。個人的には、渋々な、ダディ、ベターライブと、2部5章で好感度幕上がりしたイヤソンの俺様生徒会は絶対コレクションしたいですね。レアリティ的にも優しい。オデュッセウス以外のピックアップサーバントはこのメンツみたいですね。イベントは約1週間ですが、ピックアップは20日までやってるようです。オデュッセウスと複合ですが、孔明もピックアップされてますね。未所持のマスターはチャンス到来です。私はオルタニキチャレンジ行きます。ゲットできれば目標サーバントはあと2人になる。やってやるです。今回の CBC は星4ピックアップにキルケイがいるけど、キルケイ以外は男性サーバントのみのピックアップになるのかな。異質を放つ大魔女、さすがです。ちなみに即ホーグが発動できる有能サーバントなので、所持してるととっても便利です。当たったら可愛がってあげてください。イベントの方はボックスガチャを期待してたんですが、今のところ至って普通、ハイフレーソーとコマンドコードもないみたいなので、ストーリーがメインになるのかな。また周回クエストがあったことを記憶から抹消しないように気をつけなければ。というかこういう規模のイベントをもっとこまめに開催してほしいですよね。月1とは言わずとも2ヶ月に1回くらい、ハイフレーソーなしでコマンドコードもなしの純粋にイベント報酬だけを求めるイベント、ダメですか？それでは今回はこの辺で、もしこの動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。バイスチャンネルでした。またね。